早速ですけれども、株主優待122個目の紹介は、雪国舞茸です。この銘柄は、100株で3000円相当の自社商品が来ます。そして、300株持っていますと、5000円の商品が来ます。ただし、どちらも6ヶ月以上保有してないと来ないので、そこは注意しましょう。というわけで、早速開けてみようと思うんですけれども、一つ最初にお知らせがあります。 こちらの箱は実家に届いた親の株主優待品です。100株ですので3000円相当の商品の紹介になります。私は300株持っていますので、これより良いものが来たんですけれども、いつも撮影を忘れていまして、 食べてしまってから、あ、しまったまた撮影忘れてしまったって言って、もうすでに今年で3年目ですので、まあ今年は撮影したかったんですけれども、また撮影を忘れてしまったんで、今回親の商品が取ってあったので、それを撮影することになりました。私は調理ができませんので、この入っている具材を実家に持って行って作ってもらうんですけれども、食べてしまってから、あれ 今年は撮影しなくていいのって、あ、しまったっていうパターンがほとんどですね。という株主優待品の紹介はこれで終わりまして、次は株価やどういう状況かっていう説明をしていきます。こちらは私が SBI 証券で持っている評価ゾン率の高い方の4名柄なんですけれども、その3番目にこの雪国舞茸があります。左下のところに買い付け日っていうのがありまして、 この日にその300銘柄を買っているんですけれども、まあ難品の失敗ですね。この雪国舞茸の銘柄は過去に上場廃止になったことがあったんですけれども、再上場を果たしまして、今から4年ぐらい前にまた売り出したんですよね。最初は割高だなと思って手を出さずにいたんですけれども、下がってきましたんで、あ、これはいいと思って、この辺りで買ったんですよね、1回目。 その後、また下がったんで、まあ、難品と言いまして、買い増しをしたんですけれども、そこからどんどん下がっていきまして、まあ、平準化しましたので、3回目の難品をここで行いました。これ以上難品する予定があるかってことなんですけれども、おそらくしないでしょうね。なぜかっていうと、株価が今の段階でも割高感がありますし、あと1000株にしたとしても、 7000円分の商品が来るだけですし、あと配当利回りがちょっと低いんですよね。今後、配当金が上がったって言って、株価も上昇したら、まあ、200株売り抜くつもりではいるんですけれども、そこはどうなるかわかりません。それではこれで、株主優待122個目の紹介を終わります。YouTuber 神風大和チャンネル。